この写真はノースカロライナ州の超常現象グループの方々がですね、フォートフィッシャー内戦が発生した戦場の跡地、そこで撮影をしたものなんです。フォートフィッシャーの戦いはですね、南北戦争の中で南軍の要塞砦で、そこで戦いが行われた激戦区の一つなんですね。やはりアメリカの心霊写真というのはとても南北戦争のものが多いです。このオレンジ色の光は何か超常現象グループに対して警告しているように見えるんですね。一部を拡大してみるとねじれた先に顔のようなものが浮かんでいるように見えます。これは超自然的なエネルギーの流れが映ったものではないかと言われています。これはですね、フィリピンで撮影された結婚式の写真なんです。ちょっと怖いので閲覧には気をつけてくださいね。撮影者のマイケルさんはたくさんの写真を撮ったそうなんですけれども、随分後になってこの写真の異様さに気がついたそうなんですね。右側の女性の横に人影のようなものが浮かんでいます。わかりやすく明るくしてみると髪の毛が逆立っている男のような姿が浮かび上がりました。まさにですね、怒りを全身に表しているように私には見えるんですね。服装から少し古い時代の霊体だと思われます。ここの結婚式場は太平洋戦争の跡地だった場所に作られたものとのことなんですね。この写真はアメリカのバージニアビーチ近くにあるホテルの一室で撮影をされたものなんですね。撮影者はテッドさんという方で、友人を撮ったんです。最初は気がつかなかったそうなんですけれども、後になって友人のそばに寝ている男の影に気がつきました。これよく見るとですね、清掃した服装の高齢男性がまるで膝枕状態で寝ているように見えるんです。この部屋に住んでいる幽霊なのでしょうか。とても怖いです。この写真はアマチュアのゴーストハンターだったマイクさんが撮影したものなんですね。このホテルは200年以上前に建てられたもので、この部屋はジョージ・ワシントンがお茶を飲んだことがあると言われている歴史ある部屋になるんですね。マイクさんはこの部屋に入った瞬間に背筋に冷たい感覚を感じたそうなんです。そして部屋の中でシャッターを切りました。するとですね、鏡に不気味なものが映っていたんですね。よく見ると顔のないドレス姿の女性が立っているのがわかりますね。私は過去に頭のない兵士がハロウィンの夜に映り込んだものを紹介したことがあります。それと本当によく似た写真なんですね。顔がない幽霊は怖がらせるつもりがないと言われていますが、とても不気味です。この写真はラビアンさんという方が自宅で飼っている自分の愛犬たちを撮影したんですね。すると壁の部分に笑っているような霊体の顔が浮かび上がってしまいました。この顔はですね、撮影者のラビアンさん、または犬の方を見ているように見えますね。しかも左側の犬は壁の幽霊に気がついているように見えるんです。このお家は築100年以上経っている古いお宅で、過去にも見知らぬ女性の幽霊がベッドに寝ていたことがあるそうです。